はいどうも、いつきんです。今日はですね、本日告知されたアップデート内容とですね、海外で、開発ノートと言われる、まだ調整中だけど、いずれアップデートしますよというところにですね、告知が一つあったのでそちらの方を紹介したいんですが、その変更というのが、ギルドバトルに関する調整内容になっています。そちらの方も今日は、合わせて、見ていこうかなと思います。でまず、明日のアップデート、明日12時に更新がありますが、メンテナンスは、ありませんのでスタミナとかは調整しなくても大丈夫みたいです。なので、イベント回る人は、スタミナを残しておきましょう。そして、ピックアップ情報ですね、これ、以前動画で上げてますので、性能とかに関してはそちらを見ていただけるとわかると思います。英雄リリカと、古代遺物の審判の聖剣というものがピックアップされます。リリカね、かなり可愛いので、ちょっと引きたいんですけど、スキルもね割といい感じなので、余裕のある人は、引いていってもいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、期間限定ピックアップバサールと深淵の、これは骨幹ですかね、がピックアップされます。バサールなんですけど、めちゃくちゃ強いというか、今の環境というか、これからの環境、闘技場ではですね絶対に必要になってくるので、持ってない人は、リリカ引くかバサール引くかちょっと迷っている人は、バサールを引きましょう。で確固たる意志でね、僕はもう、可愛いキャラしかいらないという人は、リリカでいいんですけど、バサールマジで強いので、もうなんならもうバサール陣形をマックスまで上げるぐらいまで、聞いてもいいぐらい本当に強いキャラなので、迷ってる人はもう引きましょう。スキルなんですけど、軽く紹介すると、このスキル3砂嵐、これがめちゃくちゃ強くて、まず強化状態を全て解除しますっていうのと、強化負荷を2ターン付与、さらにアクションゲージを 30% 下げる、これだけでも強いんですが、ダグエルの章を持たせることで、根力解放が使えるようになるんですが、根力解放が効果抵抗を無視するというものなので、もう対応の仕様がほぼないという、今流行ってるディエネとか最速でバリアを張ったりとかっていうのも全部解除されますし、もちろんその後、ラッツで引っ張ってくるっていう、引っ張ることはできるんですけど攻撃のバフがつかなかったりとか、っていう、そもそもアクションゲージを下げられるので、先手を取られる、なので、今のところ多分最速規制で、スキルターンを増やして、防ぐっていうところは一応できるんですけど、免疫装備をね、バサールにつけるとそれも効かなくなるので、なので速さをそこそこにした免疫バサールっていうのはもう本当に、止められないぐらい強いので、なので闘技場をちょっとこれからまだやってないけどちょっとそろそろ装備も整ってきたから、使おうと、やってみようという人はですね、バサールは絶対に引きましょう。ここまでね強いキャラはなかなか、ないので、僕もね持ってないんで引きに行きます。リリカはちょっとその後余裕があればという感じですね。でこの深淵の骨幹、これもなんかそこそこ強いらしいので、合わせて手に入れられたらいいんじゃないかなと、僕は思っています。はい。でイベントですね、バレンタインイベントなのかなこれは一応。はい。美女4人映ってますが、期間が2月の27なんで結構長いですね。2週間。で、報酬を見るとですね、3種類あるので、DNA みたいな長期間のイベントなのかなという感じですね。結構、仲介が必要になりそうですね。はい。という感じで、報酬はいつも通り美味しいので。しっかりと回って、おきましょう。そしてエピックパス更新ということで、バサールのピックアップに合わせて、バサールのスキン、欲しい
思う人がいるかはちょっと別として、実装されます。なんでスキンいらない人はですね、安い方、ここに載ってるプレミアム報酬の方を買いましょう。間違ってこのスペシャル買うと、スキンまで、手に入るんですけど、まあ、ちょっと高いのね、石節約したい人はプレミアム報酬の方を、買いましょう。はい、という感じですね。そして、闘技場のシーズン名誉が終了するというところです。でシーズン終わるとどうなるのっていうところなんですけど、まずシーズン報酬っていうのが、もらえます。で報酬にある未知の石板、レアリティ5以上の陣形を1つ上げるというアイテムなんですけど、それは、3月22日まで交換期限となるので、まだ手に入れてない人は、急いで手に入れましょう。で、名誉の装備、今交換できますね。あれは、シーズン終了後でも、交換できるみたいなので、まあ、一部で、交換できなくなるというような情報が出てたんですけど、どうやら大丈夫なようです。であと、栄光の証かな、栄光の証で、今いっぱい溜まってると思うんですけど、シーズンが終わるとこれ全部制服の証に、変わるらしいので、まあ、溜め込んでる人はね、いっぱい手に入ると思います。はい、そしてここからが調整内容となります。まず日本でも、告知があった装備作成に関するゴールド量の調整というところで、どうやらですね、日本サービスが始まってから、まあかなり、まあ、クレームというか、要望があったみたいで、ついに調整されるというところで、まあ表にしてくれているんですが、こんな感じですね。約 40% 減少するというところで、今まで9万1000円、1000ゴールドかかっていたんですけど、それが5万4600ゴールドまで下がると、アクセサリーですね。で、武器とかに関しては7万ゴールドから4万2000ゴールド、めちゃくちゃ下がるんで、これは非常にありがたいですね。今までゴールド全然足りなかったんで、これ多少マシになるのかなと、思います。で、まあね、僕もね、今日、この告知が出る前にね、武器を作っちゃったんですけど、まあそういう方もいると思いますが、その辺の補填は多分ないと思うので、まあ、これから安くなりますよというところで、いい調整だと思います。はい。で、あとは、まあ、リティカのスキンが追加されるというところですね。で、ここから、調整内容その2というところで、こちらになりますが、海外の、グローバル版の運営の告知になるんですけど、ギルドバトルに関する調整を今検討しているというところで、ずらっと書かれています。で、まあ、ちょっと英語なので、僕もちょっとね英語読めないんですけど、簡単に、翻訳をしてみました。まず一つ目、勝敗に関する調整ですね。今までは、2勝したら勝ち、1勝1敗で引き分けだったかなっていう、ところだったんですけど、それが調整されて、まあ、2勝の時はビクトリーということで、まあ、勝利ですね。で、他にも、1勝1敗、1勝1分けの場合も、勝ちになると。なのでちょっと勝ちの判定が緩くなるみたいです。これは非常に、初心者の方に優しいんじゃないかなと思います。まあ1勝さえできればね、ギルドには勝ちとして貢献できるので、まあ報酬も多少増えますし、これはかなり、まあ、ライト層に向けての調整としてはかなりいい調整だと思います。まあ上位との差がちょっとでも縮まれば、それだけ、初心者の人はね、やる気が出てくると思う、非常にいいんじゃないかなと思います。で、あとは重要なところはそうですね、まあ、大きくそのあたりかな。他はちょっと今現状と変わってるのかちょっとまだ確認できてないんですけど、まあ、大きく変わったのはこの1勝1分けのところだと思います。はい、まあ表はここにね書いてるので、これを見ていただければと思います。で、もう一つ変更点が、
攻める場所によっての報酬もちょっと変わるみたいです。で、攻める場所、一番、報酬が大きいのは、この、ここですね。一番大きな拠点。ここを攻めると、一番報酬がもらえると。で、その次に、ディフェンスタワーってあるんですけど、これがおそらくですね、このちっちゃい拠点の真ん中の塔かな。真ん中の守られてる塔だと思います。で、最後に、それを守る、防御塔。周りに立ってるちっちゃい塔ですね。の順で、報酬が、増減するというところですね。はい、まあ、その他もね、ディフェンスの場合とかもいろいろ載ってるんですけど、まあ、大きく変わるのはこの攻める場所だと思います。で、そして、3つ目。ですね、MVP というものがどうやら追加されるみたいで、どこだったかな、ちょっと英文なので探しづらいんですけど、あ、ここですね、 MVP って書いてるところ。攻めと防衛の結果で最も戦績、まあ、貢献度が高いと、まあ、防衛で何回も防衛できたとか攻めで3勝したとかっていう、そのあたりの細かい戦績を見て最も貢献度が高い人にはですね、追加報酬がもらえるというところなんで、まあ、上位の人とかは、これを、もらえるように頑張ると、なので今回の調整はかなり、初心者の方にも上位の方にも、喜んでもらえる調整なんじゃないかなと僕は、思っています。で、あとですね、マッチングについても書いてたんですけど、ちょっと探しづらいんで、あれなんですけど、マッチングもですね、今なんかちょっとマッチングが緩いみたいで、上と下の差が激しすぎて、まあ、当たってみたらもうかなり圧倒的な差で負けちゃうとかっていうところが多いみたいなんですけど、そこも、少し改善されるっていうところなので、割と今後は接戦、できるんじゃないかなと、思います。はい。で、あと、これもどこだったかな、防衛編成、今ギルドマスターの人は手動で、更新してると思います。僕も2時ぐらいとかに、手動で、置き直してポチポチしてるんですけど、それもなんか自動で更新されるように、なるみたいなんで、そのあたりはギルドマスターの負担が減ると思います。で、あと、これは画像で載ってますが、UI が少し変わるみたいで、まあ、一例として画像載ってるんですけど、攻めと防衛の戦績がタブで分かれてくれるみたいです。今ね、めちゃくちゃ見にくいと思うんですよ。あの、なんか画像でいうこのドローウィンとか書いてるところになんか矢印の絵があって、それが攻めと防衛で分かれてるんですけど、非常に見にくかったんですけど、こんな感じで変更後は、分かりやすくなるということなんで、まあ、このあたりの UI 調整もしてくれるので、まあ、また不満があればね、どんどん言えば直してくれるんじゃないかなと思います。というわけで、これに関してはまだ開発者ノートっていうことで、まだ調整中、開発中ですよという、まあ、ただのお知らせみたいな感じなので、まあ、実装されるのは早くて1ヶ月後とかになるとは思うんですけど、割と、細かくね、調整してくれているみたいです。はい。というわけで、まあ、アップデート内容というよりかは、まあ、調整内容を主にお話ししてきました。まあ、明日のアップデートもね、ピックアップ2種類もあるし、いろいろ、イベントもあるしで忙しいんですけど、はい、まあ、とにかく、今回の動画で言いたかったのはバサールは引きましょうというところと、装備が安くなるというのと、ギルドバトルも改善されるというところで、まあ、ギルドね、まだ入ってない人、僕のギルド募集しているので、ぜひ、ご加入ください。はい。というわけで、今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。